週はいつだ、昨日だっけ、土曜日、あ、土曜日、土曜日もすごい暑かったんじゃなかった。暑かった、そうだよね。そっちは大丈夫だった、熱中症というか、はい、やばかった、やばかったかな、まあ、大丈夫。2試合やったんだっけ、はい、1回戦目が勝った、はい、で、そこで投げたんだっけ、はい、何対何だった、危ない展開はなかった、いや、そんなになくて、そんなになくて。ソフトボールって何分だったっけ、競技時間、時間でやったの90分、90分で何回まで、4回か5回、あで、裏までやって、そこで裏っていうか、なんか、キーが、うん、タイマーが鳴って、うん、それで、そのイニングが終わったら終わりみたいな。え、表、裏ってあるじゃん、うん、裏まではやるでしょ、いや、時間で、え、そうなのってなったら、うん、おしまいとか。え、そしたら裏の方の人さ、損なのするわけ、うんうん、そうだよね結構不公平なんですよね、うん、そこもそれだけ時間にきっちりなんだ、うん、うーん、何対何だったちなみに、4対1かなとか、あしっかり抑え切ったって感じ、はい、完投、はい、足痛くなんなかった、なんかいつも投げるともう忘れちゃって、あーそう、やってる時はね、別に痛いとかそんなことは、でも試合終わった後はちょっと痛い、あーそうなんだ。でもその日にもう1試合やってたんですけど、はい、普通だったらっていうか痛めてなかったらその次の試合も投げてた、はい、うーん、でもその感じだと2試合目はちょっと厳しい感じだった、うん、ストレートでバンバン押していく感じなんだっけ、そうでもない、うん、チェンジアップも投げた、あ、チェンジアップ、変化球も、うん、あ、何も投げて、うーん、で、バッティングは4番5番、うん、バッティングの方はどうだった、打ってました、あで、その次は負けちゃったんだ、はい、1回は、本当、最初、うん、相手チームは2点入れて、うん、で、うんうん、途中までずっとうちらが0点だったけど、うん、逆転して、え、逆転したの、そう、逆転して、うん、でその最後に、うん、ずっと0点で両方とも、うん、0点だったんですけど、うんうん、最後相手は2点入れて、あ、逆転された、はい、相手は裏、先攻で、先攻で、その裏もやったの、いや、裏はやらなかった、ね、じゃあ相手が2点取ったところで終わっちゃったって感じ、はい、じゃあそんなに勝っても全然おかしくなかったってことね、うん、それだったら3位まではいけて、あ、うん、あ、いけるんだ、みんないけるんですけど、うん、そのトーナメントが、あ、組み合わせがね、組み合わせが、なるほど、いいところが悪いところ、うん、3位だと強いところに最初が当たっちゃうみたいな、2と1だと、うん、強いところと最後までだから、ね、あ、決勝戦とか準決とかじゃないと当たんない、2位だったらまあまあいいって感じ、うん、で、これからまた組み合わせがある、はい、うん、それがいつになる、再来週、再来週か、じゃあその時までに足直しておきたい、はい、もうこの間のその日曜日でなんかすごい痛くなっちゃったってわけでもない、うん、だんだん痛みは減ってきて、減ってきてる、うん、普通に歩く分とか走る分には平気で、あ、でも押したり、うん、するとまだ痛いなって、はい、ソフトボールはいつからだったっけ、始めたの、小1です、小1か、今年で9年目キャリアすごいね中3で9年目ってすごいな、これ痛い、来る、大丈夫、はい、それよりグーってやると、もうちょい行くと多分痛い、痛い、まあ、もちろんやりすぎてもいけないんだけど、はい、痛めたとこって硬く治ろうとするから、はい、それを防ぐために、はい、少し刺激してあげた方がいいかな、はい、変わっていきますね、はい、お願いします、高校生になったら、はい、何がやりたいかって話しましょう、はいはい、まだなんか迷ってるんだよね、はい、ソフトボールかその他、はい、
その他だったら運動部に入りたいのかマネージャーとかに行きたいのか。マネージャーの。マネージャー？野球部。わ、いいね。マネージャーやっちゃいなよ。同じやつ、うん。ソフト部の先輩がマネージャーやってて、うんうん、でもなんかもうマジ毎日大変で、でもなんかスコアとか書くとかなんか全部そうらしくて、うんうん、確かに、うん、スコア覚えるのがちょっと大変かもしれない一番、うん、アナウンスとかもやんなきゃいけなくなっちゃうから、アナウンスも大変かもしれない。強豪の野球とか行ったとあれですね、甲子園。そうだね、なんだろう、甲子園だとなんかもしかしたらその出場校のマネージャーじゃなくって別でもう有志で入るのかもしれない。ちょっと行ったことないからわかんないんだけどでも神奈川県の高校野球だとその自分が入ってる高校 の、うん、その山の山の中でマネージャーがこうアナウンスやったりスコアやったりっていうのはそういうのがあるからそれはちょっとあれかも、絶対的に入んなきゃいけないかもしれない、うん、でもなんかソフトボールやってたらね全然苦じゃないかも、スコアとかも、うん、あこれがこうなるんだみたいな感じで、うん、なんかうちもそんなに勉強ができるタイプじゃないんだけど、はい、なんかそのソフトボールずっとやってて野球部のマネージャーに行ったから、うん、大体ルールは大まかなルールは分かってたから、うん、そんなスコアもすぐ覚えられた。じゃあ多分大丈夫だと思うよ迷うよね、はい、でもソフトボール続けるか迷ったぞ、めっちゃ迷った、うん、なんかお母さんに肩幅広くなるからやめてって言われてでマネージャー行ったんだけど、うん、マネージャーとどんな仕事？マネージャーは練習の時はあのノックのボール渡し、うん、だったりあのピッチャーの表の作りとか、うん、そうでも練習よりやっぱり大会とかの方が仕事内容多かったかもしれない、うん、結構高校によって違うんだけどその先生がどこまでやらせてくれるかで結構マネージャーの仕事も変わってきちゃうから、うん、でもご飯炊いておにぎり作る高校もあるし、うん、プロテインを作る仕事もあるかもしれないし、うん、そうでもなんか家庭科とかは好き、うん、あじゃあ全然向いてるよ裁縫が好きな裁縫ね、うん、裁縫うちもね裁縫は苦手だったずっと、うん、でもなんかやってたら糸通せなくてもわかるわかるあのねこの細いところねでもね割といける、うん、なんか楽しくなる逆にこっちの成績が上がるかも家庭科のっていうのもあるかな、楽しいと思うよマネージャーは、うん、家庭科とか好きだったアナウンサー、うん、ソフトボールのマネージャーでもありだと思うけど、うん、なんかちょっと野球部のマネージャーって憧れあるよね、うん、で今何年生だっけ中3で中3かじゃそろそろ決めなきゃか、はい、もうそろ三者メンバーそうだよね初めて、本当に人にやるかもやっぱでも野球部のマネージャーやってると自分も動きたくなっちゃうかも、うん、そういう時はなんかちょっと休み時間とか空き時間を選手のグローブ借りてやったりしたり、うん、ティーバッティングとかもちょっとやったりしたり、うん、そういうのができるから、うん、あと強いところだと女の子がグラウンドに入れないから、うん、それがちょっとあれかも、うん、社会人とか大学生になると、うんマネージャーやっててよかったなってすっごい思う、うちは。フットボールもやりたかったけど、マネージャーやっててよかったなって思うことがめっちゃあるから、うん、そうすごいためにはなると思う、うん、本当に強いマネージャー、強いところのマネージャーやりたいんだったら、その願書とか出す前に一回学校に行っちゃって、うん、あの見学に行った方がいいよ。そしたらなんかプラスになるんだよね、うん、あこの子本当にやりたいんだみたいな、うん、すごい印象良くってうちもその入学する前、うん、願書出す前に一回学校行っててそれは見てたからそれはいいかもしれない、うんうん、前期の方移っていきますね、はい。